今日は新型コロナ今週は本当になんか昨日その、まあ、田村大臣が中等症以上は入院っていうふうに一応まあ言ったことになっていて、うん、でもそれも何か基準がどうなのかよくわからないという、うん、不安だけこれもやっぱり保健所のお医者さんからいただいた情報ですけれどもあの、まあ、埼玉県ではですねあの政府があの 重症以外は入院させないみたいに言ったそのはるか前の時点で実は現場の運用ではもうそうなってしまっていると実は政府が、えー、何を言うか以前にもう現場はそういうふうにして回っているというかそう,そういうふうにしか回らない状態に。 なっているんだっていうこともね、ちょっとみんな踏まえていただいた方がいい。政府が言ったから現場がこれからそうなるというよりも、現場の一部一部ですけど、すでにそうなっているということをね、ちょっと皆さんにお伝えしなければいけません。はい。まあその感染急拡大ということで、あのやむを得ず在宅療養、うん、まあその政府が言っている、うん、まあ重症以外は在宅っていうことではなくなったことにはなっているんですけれども、うんうん、でもこの急 急速なその感染拡大の中でやっぱり在宅療養っていうことも考えざるを得なくもなってくるでそういうことで今日はその自宅療養っていうのを現状と課題っていうようなことを在宅医療の専門である新田邦夫先生にお越ししいたただきましたこれが昨日の8月5日現在の療養者の状況ですけれども自宅療養の人がもう1万7,000人近くそれからこの入院 調整中が一万五百四十三。本来ならば、原則入院としてたことですよ、ね。一番最初、はい、去年の始まりは原則入院というふうに言われてました。で、この、ということは、えっ、ー、と、自宅療養者も入院調整中の人も。えー、ある意味では、そこはまかなえた状況があったと。で、この、えっ、ー、と、デルタ株のごはの中では。そこが、もうまからい、きれない。 に人の数になってしまってであのこのような状況になったと、うん、今の問題はあの自宅療養者のフォローアップができないと、うんうん、で場合によってはあの連絡いわゆるフォローアップセンターから電話してもあの自宅療養者がそこへ電話しても通じないという状況が起こってそれで自宅療養者が不安になって、うん。はい で実はその人たちが今また起こっているのは夜救急車を呼んでしまうと。うんうん、で救急車を呼ぶんだけどもそこで、えー、とその人たちが。 もちろん重症なら入院という状況になるわけだけども、うん、意外とそこで酸素を測ると SPO2 が97位、うん、先で6位以上とか、うん、という方でむしろそこの中で自宅療養者が安心逆に言うと自宅療養安心できない不安でですね、うん、できないために救急車が夜中に起こって、うん、そこにも保健所対応がせざるをえない、うん、もう一つは宿泊療養をですね、はい これがですねそこでも今まではリモートコントロール下の宿泊療養ですよね<ー>そうすると宿泊療養中に、えー、中等度なで重症化しても、うん、なかなかそこたあのなかなか把握できないということで、うん、今あの考えられているのはそこに医療を入れるということが考えられていますね今まで医療が入ってなかったっことのほうリモートコントロールですね<リ>と言ってますねリ,リモートね数値だけということ えと入院調整中の方は入院調整また新しく入院調整なんとかホテルというのを一箇所作ってそこは訪問看護に見ていただくと看護,、ね、看護師が見るという話と宿泊療養にはあの、まあ、都内で在宅医療を行っている機関にお願いするというようなあの一応システムは作るとただし残されたのは自宅療養をどうするかという。 話が残されていますそうすると今それだから構築中ってことですねそうですねではいあの日曜日私経験したのはですね、うん、要素自宅療養中の方はですね、うん、そこでご夫婦があの両方とも、うん、あの陽性でですね、うん、それで自宅療養してたで咳症状が止まらないので、うん、それで保健所に連絡をしたら。うん あの最初にあの発,熱あの発熱外来やってますのであの届け出たところに連絡して咳止めをもらってくださいということで電話してきたんです本人がでそこの,あのとこ分かりやすく言うと発熱外来を私たちやってるんだけど発熱の外来で陽性者は届け出しますね保健所に届けたら先生の患者さんじゃなくなっちゃうんですね その条件が起こってて、うん、で保健所からの、まあ、電話等,等が毎日あるかどうか分かりませんが、そうしてたと、でそういう症状が起きた時きに、せ、え、き、ー、止めをもらってくださいって、たまたま聞いたんですね、うん、あのうちでコロナワクチンを打ってる時にたまたまいたもので、でき聞いてて、え何ななのということで,で、電話を代わって、であのパラドキシメーター測ってますかってことそれを渡,、うん、渡されてるんですね。うんうん、で聞くと この前えつい23日前までは96か7あったのが昨日あたりから93と96を移動してるというんですね。<ー>おっと、うん、これは違った状況だろうと本人の声もかすれてるし、うん、でなんとなく不安だということで、うん、本人と話してるとさらに不安が増すので、うん、ご陽性のご主人が出て、うん、なぜ私が電話をしたのかという今の体制と話したらよく分かりましたと。 いうことででそれに対して対応しましょうそれ,で必要それは入院の調整が必要だからということで対応したんですがところが翌日ご夫婦に連絡すると一切連絡ないんですね取れなかったんです、うん、ということはその時に保健所がそう対応したことも含めておそらく入院調整しただと思うんですねでただ私たちのところには情報ない 結局その保健所が間に入ることによって切れちゃうっていうか、うんはい、っていうことですよね、はいはい。この人たちはどういう経過をとって、あどういうタイプの人が重症化するかって、ね、今までだったら医療地域医療ですから全部見えてたのが、うん、今度のコロナ感染に関してはほんと,と,とよくわからないですね。正直言いまして。今週の初めにその方針転換ってなったのがこれが元なんです。うん、症状悪化に備えてベッド空けとくためにやるんだと。うん、だから入院は重症者に限ると。 でこれが出てもんでここに中等症などという表現は一つもな,、うん、なくてそれで修正されたことになっている入院は重症患者中等症患者で酸素投与が必要なもの投与が必要でなくても重症化リスクがあるものに重点化かっこ最終的には医師の判断かっ,こ、うん、っていうふうになったと、うんうん、いうことです。ベッド開けたと そうしたら今度入院させるには誰が判断するのかというときには今まで保健所判断なんですね。で先ほどの医師の判断というのは維新、うん、ってどこの医師の判断ですかと保健所の所長は医師ですよね課長も医師,医師の人たちが多いそこなのかあるいは、えー、朝鮮本部では大体 d マットが入っていると聞きますがそこの医師なのかあるいは 実際にもう一回地域で見るた、見ることがするようにして、そこの意思なのかと。うん、そこのところが。まだまだちょっと曖昧で。入院するかどうか、入院調整って基本的に電話で。保健所が判断しているようなところありましたよね。だから。その。いわゆるかかりつけのお医者さんとか、うんうん、そういうところはさっきの話のように。切れちゃうので、うん、情報が、うんうんうん。そうです。だから。ここの本当に今。うん あの新田先生言われた最終的な医師の判断というのは本当に電話だけの話なのかちゃんと見てなのか何だかよく分からないと言われればそうですねただ、これあのエイジングの差別化という話ではないんですが、えー、4050代もうちょっと若い人が重症化してそのまま見るというやっぱそこのコンセンサスは日本には絶対ないと思いますので在宅で見るじゃなくて入院するという。 つまり高齢者は、はい、その入院することによって、うん、心身が衰えたり意識機能が、はい、っていうことがあるから、うん、在宅で見た方がいい場合もあるしでも40代50代若い人はそのまま重症化して私たちが見取るということを。 許されるのかというですね逆に言うとそれはあの皆さん心配していてあのやっぱ訪問診療を行う先生もそ,ういうそれはやっぱり許されないだろうと一方でね治療はきちっとして病院と同じようにするんだと最後の違いは人工呼吸器だけですよねでも若い人たちは人工呼吸器をある一定期間使えば回復するだろうということがある以上はやはり必要な医療は提供すると。 ということはやっぱ,いますやっぱりまあだから入院が基本になるだろうってことこですね今の若い30代40代の人はやっぱり入院できるものなら入院してちゃんとした治療を、うんうん、でも高齢のそれこそ認知症で陽性になった時に入院したら認知機能は落ちるし、うん、家族から離されたらもうどこだか分かんないから歩き回るだろうし。うん でそうしたらその入院のかケアをする側もう大変だし、うん、だったらやっぱり在宅でそのある程度治療をしていただきながらそのまあ本人の希望次第ですけれども人工呼吸器はまあいいから、うん、でも酸素をやってくださいっていうようなことがね本当はそちらがあの在宅であって今のデルタ株の,このしかもワクチンがまだ。 接種されてない40代50代のような人たちは在宅で自分で一人暮らしなんだからいいだろうみたいなそういう話じゃないですよね。このの状況の中ではあそうねと、うん、でその軽症者は誰がどのようにあのいわゆるフォローアップしていくのかという、うん、まあ一つの対応とそこに中等度のど1位が,がどこまで入ってくるかというところかなという。 の問題でです、ねうん、保険証のね、えー、保険証のとの裁量あるいは医師の裁量が増えていくのは、うん、の一般的にはいいことなんだけどそれこそ例外的な緊急事態で、うん、あの何をどうすればいいのかってことが、えー、それこそ迷いなく現場でね決めることができるような体制があるのかどうか、うん、その意味でそのちゃんとしたコントロールタワーがあって。うん えー、ず,っとずっと蓄積した知見をもとにしたガイドラインをね、うん、絶えず示して、えー、それを参考にして、速やかに現場に対応するっていうふうにしていただかないとダメですよね <laughs>、うん、なんか、その右往左往する田村厚労大臣の答弁を見ていて、まず疑わしくなるのは、え、あんたコントロールタワーじゃないの <laughs> っていったら誰なんだってですよね <laughs> そうですよね。